まあ、どこに来て。小池さんから蓮舫カラーと言われてしまいましたが、そうではなくて共産党も青なんて白に青で蓮舫カラーかって言われちゃったら違うって。奥山さんこっちで、はい、小池さんもうちょっとこっちで、あ、はいですね、はい、よろしいですかね、定時になりましたね。はい、ありがとうございます。それでは田村院長の定例記者会見を始めます。じゃあよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今日は私も初めて党首討論クエスチョンタイムに立ちましたので、そのことについて感想も含めて述べたいと思います。私は4分しかありませんでしたので、もうテーマを選択的夫婦別姓に絞って質問をいたしました。で、この間ね、この国会は本当にこの選択的夫婦別姓の問題がかなり議論になっていましたので、この間の総理の答弁というのもよく見て、今日の討論は準備をしました。それでやはりね、いろいろ総理言うんだけど、一番は総理の認識としてこの同姓を、名前を変えることを強制されているがために、女性にとってですね、個人の尊厳を含むですね、やっぱり基本的人権の問題が起きていると、こういう事実があるのかっていうことにもう的を絞って、この事実についての認識を、総理自身の認識というところに的を絞りました。その答弁はそういう重大な問題、女性の人権に関わる、憲法に関わるような重大な問題があるということを認める答弁だったわけですね。私にもそういう認識ありますと、その事実を認識していますということでした。で、認めながら、だけど選択的夫婦別姓はあれこれを付け加えて踏み出さないということも明らかになったんですね。それで今日少し踏み込んだのは、おととい行政監視 の, 委員会で、衆議院の側で、国会のテレビ中継の、質問があって、そこ の, 答弁の中でですね、その家族の一体感に関わる問題だという答弁があったんですよ。で、こういうのを持ち出していろんな問題があるんだというふうに言うわけですね。で、この家族の一体感っていうことを理由にして、まあ、いわば選択的夫婦別姓に踏み出さないということですから、これはね、もう特定の価値観だというふうに言わざるを得ないんですよ。今日時間がなくて展開ができてないんですけど、やはり夫婦のうちの 95% で女性が名前を変えていると、それが当たり前とされている。それは何かといえば、夫の家に女が入るから女が名前を変えるのが当たり前というですね、まさに明治時代の民法に根ざした古い価値観と、家制度、ここに根ざした古い価値観、あるいはね、この特定の価値観で妨害しているということが、いわば浮き彫りになってきているのではないかと思います。まあ、総理がさまざまな意見があるっていうふうに言うのは、それはさまざまな意見があるから多様な家族が現実にあるわけで、その多様な家族を認めないということが特定の価値観の押し付けだと、ここは今後もですね、ぜひついていきたいと思いますし、まあ今日の討論でもやはり本当に自民党は孤立してるなと、これだけの重大な人権侵害の事実を認めながら踏み出せない、この自民党の孤立がいよいよ明らかになったなと思います。そしてもう一点なんですけどね、これは聞いていまして、他の党とのやり取りを聞いていまして、やはり真剣に提起した問題に対して、誠実にそのことで討論しようという姿勢が、総理にあったのかと、そうではなくて、時間潰しの発言をね、やるというような。ちょっと岸田総理も初めての党首討論、クエスチョンタイムだったと思うんですけれども、これはちょっとあまりにみっともない総理の姿勢が示されていたなと
というふうに聞いていて思いました。はい、私からは以上です。はい、どうぞ。はい、久々の都市等の開催ですけれども、まあ、時間配分なんかを巡って、まあ、全体的な長さも含めて、あと時間配分のあり方を巡って、まあ、実施の、手法については、まあ、いろいろ意見があったと思うんですけれども、実際やられてみて長かった時間だった、まあ、全体的にいかがお感じでしょうか。圧倒的に短いですよね。時間は本当に、これで討論になるのかという、やっぱり論点深めて討論していくっていうことを真剣にやるならばね、こんな時間ではありえないですね。ただもともとこの党首討論っていうのが二大政党っていうことを前提として作られた、で国会運営の在り方で、これ二大政党はもうならないわけですから、で その時にどうするんだっていうことは本来ね議論されるべきではないかなというふうに思いますね。はい、はい、どうぞ。NHK の谷と申します。今日の参議院本会議で自民党が提出しました政治資金規正法の改正案が成立しました。それに対するご評価を受けてもらっていいですか。はい、今日、まあ、衆議院で、自民党提案、公明維新賛成で、送られてきた法案が成立をしました。これまで何度も指摘してきた通りですね、これは本当に企業団体献金の禁止には指一本触れないと。そして大改悪を行っていると。政策活動費、もともと条文上ないものを書き込み、お金の使い道を隠してよいという中身にしてしまった。それから政治資金規制、政治資金収支報告書の要旨、これをなくしてしまうということは、もう本当にですね、透明性っていうことを考えても、国民がお金の流れをいつでも検証できるということをできなくさせるということですから、大改悪というふうにもう言わざるを得ないものですね。で そうですね、今国会、これで通されたとはいえですね、国民が全く納得してない、これでは政治改革にならない。圧倒的多数が世論調査でも国民がそう思っているわけですから、これはもうやはりね、本当の政治改革、まあ、私たちは企業団体献金の全面的な禁止という対案を示しましたけれども、その方向で国会がですね、再度、真の政治改革に向けてやっぱ努力をすべきだということを強調したいと思います。はい、はい、規制法の審議に臨むですね、自民党の姿勢だったり、あと、まあ、そもそも裏金問題の、解明についての自民党の姿勢、このあたりはどうなんでしょうか。そうですね、私たちも一貫してこの国会始まるときからこの国会の役割は裏金の真相究明、これは絶対やらなきゃいけないと。それをやらずに何が政治改革かということを一体でやっぱ進めなければダメだということを、主張して参りました。でやはりね、そのことが明らかになったと思いますね。通された法案というのはまさに自民党が裏金事件の真相解明の幕引きを図るためだけの法案と、これを押し付けてきたというふうに言わざるを得ないです。そして後半で、安倍派の、事務局長さんですかが証言していることがですね、参議院の政倫審、参議院衆参の政倫審かで安倍派幹部が述べた中身と食い違いが明らかになっていますのでね、いよいよこの裏金事件の真相究明っていうことはやっぱ幕引きを許さずにやり抜かなければならないと思います。後半の方は偽証が許されない場で発言されてるわけですから、国会もやっぱり嘘をつけば偽証に問えるですね、偽証罪に問えるという場でのやはり真相究明がいよいよ求められているのではないかということも、改めて指摘したいと思います。いろんな検討事項というのは結局、まあ、残されたものなんですね。法律の方はね、うん、その辺は今後どのように進めていくべき、まあ、法案自体がそもそも賛成できる。そうですね、法案自体が改悪なのでね、検討事項っていうのを入れたところで
政治改革にならないわけですよ、本当に。うん、政策活動費の領収書の公開をどうしましょうか。だって政策活動費認めちゃったらダメですよね、そもそもが。お金の使い方隠していいですよなんてのを入れ込んだらダメなわけですよ。でしかも検討と言われていることの中身が10年後の公開なんていうのは、本当にその議員が次の選挙を迎えるときでさえも検証ができないんですからね。参議院の6年任期よりも長く隠せるなんていうのは、本当にこれを検討事項に入れてどうするかなんていうレベルの話じゃないですね。この法案ではない出直しの政治改革の法律が必要だということだと思います。はい、はい、どうぞ。共同通信なんですけれども、一見恐縮なんですけれども、明日東京都知事選挙の告示日となりますけれども、改めて共産党としてこのような姿勢で臨まれるかどうかお願いします。はい、昨日その蓮舫さんも迎えて市民と野党のオール東京の集会が中野ゼロホールで行われまして、私も、その中で共産党代表しての決意表明も行いましたが、とにかくもう会場の熱気がすごいと。で、会場に入りきれないほどの市民の皆さんが詰めかけた。で、実はこれ23区の方の集会で、その前に三玉の方でも集会開いてるんですが、全く同じように会場に入りきれないほどの市民が、詰めかけてですね、市民と野党の共闘で蓮舫さんの勝利を勝ち取ろうじゃないかという集会が持てた。これが今回の都知事選挙を象徴的に表しているというふうに思います。とにかく東京の中には都民の皆さんのさまざまな要求運動があるんですね。外苑の緑守れという運動もそうですから、高校受験の英語のスピーキングテストの押し付けおかしいじゃないかという運動も粘り強くやられてます。少人数学級を求める運動や学校給食の無償化や都営住宅作ってほしいということや、さまざまな運動が あるわけですね。横田基地をめぐる問題など、やっぱりね、そういう要求を持ち寄るんだっていうことを示したのがこの間の市民と野党の共闘の集会だというふうに思っていますので、そういう選挙として戦ってですね、やっぱり知事が変われば私たちの要求が実現できる、そういう東京になるんだと。そしてそれが国政の自民党政治を終わらせるという流れを作ることができるんだと、そういう選挙として私たちも全力で蓮舫さんを応援していきたいというふうに考えています。よろしいでしょうか。はい、先にどうぞ。はい、QT でですね、テーマを絞ったということで、選択的にして取り上げられましたけど、それを選んだ理由という、選びたいテーマはいっぱいあったんですけれどもね、政治改革の議論を4分でやるってなかなか厳しいものがあるのと、参議院ではまさにこの党首討論の前の時間でね、この政治改革の法案が討論を私たちの代表も行って、意見の表明もしっかり行って、法案にこれは政治改革ではないってことを示す、それの次にこの党首討論っていうね、今日の国会の流れでもありました。ですから短い時間でも事実を示して、そして迫ることができるものは何だろうかということと、やはりこのね、6月10日に経団連が要望書を出したっていうのは、やはりジェンダー平等を求めるムーブメントの中での劇的な変化をやっぱ起こしてきてるんですよ。ある意味象徴的なことなんですよね。だからそれは私も、日本共産党の初の女性の委員長としても、やはりこのジェンダー平等の問題というのを私にとっての最初の党首討論で取り上げたいという思いもあって、このテーマを選びました。はい、はい、はい、どうぞ。多分今日の党首討論の論でやっぱり有権者に刺さったのは、玉木さんがおっしゃってたね、やっぱりこの間の責任をあんたどう考えてんだっていうのはね、僕は一番刺さっただけと思うし、維新はともかく、憲法共産党もみんなでですね、
なんか責任取ってやめるべきだと、短時間だったらそれ以外に言うことないんじゃないかというぐらいに、まあ、国民のテンションは高いと思うんですけどね。別にあの死にたいの彼にいろいろ行くのしょうがないというところもあるんですけど、やっぱり改めて今回の年取るのを聞いてて、岸田さんの責任感というかね、その辺はどういうふうにお考えになったか、私はそれが最も欠けてるんだと、うん、それを象徴したような年取るんだったんじゃないかと思うんですけど、どうでしょうか。そうですね、 あらゆる課題で、うん、饒舌に喋るけれども自らの責任を持った覚悟を持った発言がないっていうのが今日の党首討論の特徴だったというふうに確かに思います。私が取り上げた選択的夫婦別姓も憲法上の人権、基本的人権に関わる問題だという認識がありながら、自分の認識を示しながら決断しないわけですよね。で、政治改革も同じです。裏金事件という重大な問題で、それじゃあ総理がどういう責任を取ったのか、何の責任も取ってない、幕引きを図るという役割を担った、幕引きを図る先頭に立ったというふうに過ぎないですよね。経済で賃上げの問題等々も含めてですけど、いろいろこれまでと同じことを展開するけれども、じゃあ今の物価高騰に追いつかない賃上げの現状と、どんなに賃上げ減税やったって追いついてないじゃないかっていう、この現状に対してどうするんだっていうものが何もない。そういう意味ではまさにあらゆる意味で今の日本の中に起きている行き詰まりであったり苦しみであったりっていうことを我がこととして受け止めて、この国の総理大臣としてどうするかという姿勢に決定的に欠けているということはその通りだというふうに思います。はい、はい、どうぞ。フリーの、まあ、そのようないろんなことがありましたけども、沖縄県議選において共産党さんは3元、立憲民主党は2元という結果ですけど、東京で行われているいろんなことは沖縄にも伝わっているんですけど、その結果要するに立憲共産党として5元ということをどのように思われますか。はい、大変重要な選挙として沖縄の県議選挙は位置づけてきましたので、結果についてはとても残念で悔しい結果だというふうに受け止めています。この、ね、選挙戦のいろんな内容については沖縄の状況もいろいろ聞きながら分析総括をしていきたいというふうに思っています。はい、沖縄の現実っていうことを本当に見てみるならばですね、やはり辺野古の新基地建設ができるのかといえば、どんなに大執行で強権的にって進めようとしてもですね、これは沖縄県民は決して賛成はしてないわけです。賛成してない、怒りも持ってる、要塞化、基地の最前線化されていくっていうことに大きな不安も抱いている。軟弱地盤で辺野古は基地が作れるか、作れないですよ。こういうふうに冷静に考えれば、やはり今の自民党の政治が追い詰められているっていうことには変わりがないわけですから、沖縄の戦いをね、今後どういうふうに進めていって玉城デニー県政支えていくかということを本当に真剣に私たちも議論をして、新たな戦いもぜひ起こしていきたいというふうに考えています。はい、明日にも立憲民主党は内閣信任決議案を提出するとなっていますけれども、改めてになりますが、共産党さんとしての対応を教えてください。はい、これはもう先ほど総理の姿勢ということを言いましたけれども、不信任に値するというのは間違いがありませんので、その立場で対応していきたいと思います。賛成するという、もし不信任、もう到底信任できません。解散総選挙に追い込もうということを言ってまいりましたので、はい、その立場で対応してまいります。はい、よろしいでしょうか。はい、ありがとうございました。以上で終わります。